韓国にあるソメイヨシノの遺伝子を調べたところ、日本のソメイヨシノだったことが判明した結果、韓国さんが、そんなわけがない、再調査しろと文句を言っているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。チェジュ地域の市民環境団体などが、チェジュで自生するソメイヨシノを、日本ソメイヨシノと発表した国立樹木園を非難し、即時再調査を要求した。チェジュと未来研究院とチェジュ環境文化院、ソギポ文化事業会、チェジュ参加環境連帯、チェジュ生態写真研究会などは、13日、報道資料を通じてこのように明らかにした。これらの団体は、国立樹木園が2018年に行ったソメイヨシノ遺伝体解読研究を根拠に、国家標準植物リストから、春ら山が原産地であるソメイヨシノを自生植物リストから削除したのに続き、日本名ソメイヨシノと呼び、命名をサグラ・サクラと表記した年、これはチェジュがソメイヨシノ原産地であることを否定し、生物試験を放棄したと指摘した。彼らは国立樹木園の研究が多様な専門家の意見収集と議論なしに一方的に行われ、春ら山で自生するソメイヨシノ235本のうち、わずか5本に対する遺伝体解読の結果を全体を代表するものと一般化したのは明白な誤りだと主張した。彼らは、春ら山で発見された自生ソメイヨシノ分析対象を拡大し、ソメイヨシノの原産地と遺伝型多様性に関する総合的研究を直ちに再開せよと山林庁に要求した。また、間違いがあったことが認められた場合、山林庁国立樹木院は、ソメイヨシノを国家標準植物リストから自生植物に直ちに原状復旧し、国民に謝罪すべきだと述べた。それでは、韓国さんの反応です。ムン政府では、まともなことが一つもない。ソメイヨシノは、自生地が春ら山だと知られているのに、突拍子もない話だね。日本にはない自生地が春ら山にはあるとニュースに出ていたのが一昨日のようだが、春ら山ソメイヨシノが日本産だと？数年前にはチェジュが原産地だと言ってたが、ユン大統領になったら、すぐ、日本産だね。やっぱり日本が好き。このような人間は、ムクゲが中国から来たことを知ったら、韓国の花を菊に変えろという人たちだね。桜の花びら、今日雨ですごく落ちて、床や車の上にくっついて不便だし、雨が降らないと春風に花びらが舞って汚くて、こんなことに金をかけて調査してはいけない。原産地は地球と言えばいい。あちこちに新道がたくさん散らばっていますね。日本のソメイヨシノであってる。日本人が春ら山に植えたのだ。自生の木じゃない。日本には桜の自生地がない。韓国のチェジュだけにある。ゆえに、日本は、我々の桜の木を本土に植え替えたのだ。まだ、韓国社会の奥深くに、新日残党がのさばっている証拠だ。ということで、調査した結果が気に入らなければ、その調査は間違ってるとか、再調査しろとか、韓国さんらしいなって感じですね。235本のうち、5本が少ないのかどうなのかわかりませんが、少なくとも、5本すべてが日本のソメイヨシノと判定されたのであれば、信憑性はかなり高い気がしますし、調査数を増やしたところで、結果がそんなに変わるとは思えませんよね。そもそも、韓国さんが勝手に、韓国のソメイヨシノと日本のソメイヨシノは違うとか言ってるだけっていうのもありますし、ソメイヨシノが自生することは、生物学的に絶対になく、もし、本当に韓国に自生しているのであれば、それはソメイヨシノではないということになるようです。ソメイヨシノが自生しているというのは、イタチがこの分と交尾して、サンマを産んだと言ってるに等しいそうで、ウリならファンタジーっていう感じなんでしょうね。それにしても、間違いがあったことが認められた場合、自生植物に直ちに原状復旧し、国民に謝罪すべきだとか言っていますが、韓国さん ?235 本中、1本でも、韓国原産と勝手に判定されれば、もちろん、すべて韓国産だったことにして、謝罪までさせるんですよね。ということで、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。